ネプチューンのナグラが若手時代にナンパをすると、女性からあなたはどこの国の人と聞かれた。ナグラはタイ人の顔に似ているという理由だけで、タイ政府の広報大使に就任した。その最大人の政府の関係者はナグラのこと私よりタイ人らしく見えると絶賛した。カンボジアのアンコールワットは外国人が有料であるが、ナグラは現地の人だと思われて警備員に止められず無料で入れた。 名倉は好き嫌いがほとんどないが唯一苦手な食べ物は、まさかのパクチーである。